ブラジルリオグランデドスル州にある都市。現在は州内で第二の都市。1890年6月20日にイタリア移民により建設された。町の歴史はイタリア移民が到着する前に始まっていて、牛飼いが牧畜を行い、先住民が土地を占拠していた。当時、このエリアはインディアンズフィールズと呼ばれていた。1875年に、 イタリア人移民の移住が始まり、それらは主にベネト州の農民から構成されていた。ロンバルディア州、トレントなどからの移民もいた。彼らは道具類、設備、種子などの援助をイタリア政府より得られたが、すべて返却する必要があった。2年後、インディアンズフィールズの植民の拠点にカシアス植民地の名前が与えられた。 1890年7月20日に町は建設され、同年8月24日に認証された。この19世紀に様々な経済サイクルが発展した。ワイン産業が発達したが、当初は彼ら自身が消費するためであったが、次第に商業化されるようになっていった。1919 19年6月1日に主となった。同日に州都と結ぶ鉄道が開通した。 多くの移民は農民であったが、彼らの多くは農業以外の活動もしていた。彼らは町に定住し、エリアは都市化され、工業化が急速に進展した。ありがとうございます。